こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日はバーベルプレスとダンベルプレスの効果の違いについて解説させていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、バーベルのベンチプレスとダンベルの、ベンチプレスの効果の違いについてお話しさせていただきたいと思います。普段ですね、私自身は、フラットな、ベンチプレスっていうのはそこまでやらないので、今日はインクライン、ベンチプレスで、ご紹介させていただくんですけれども、これは、フラットのベンチプレスでも同じことが言えますので、よろしくお願いします。まずはですね、バーベル、ダンベル、どちらにしろこの、ベンチプレスっていうのは、大胸筋を鍛える種目になります。ただこのバーベルを使うかダンベルを使うかで、微妙にですね、鍛える部分であったり目的効果が変わってくるので、今回はそのあたりを、改めてですねご案内したいと思います。はい、それでは実際に行っていきます。まずはバーベルプレスのメリットから説明していきます。まず一番のメリットはラックアップ、バーがですね上からスタートできますので、比較的、重たい重りも扱えるという点ですね。ここから、上げるだけなので、比較的重たい重りに、チャレンジできるという点が一つ。あとですね、バーベル、左右ですね同じような形で負荷が乗りますので、フォームが安定しやすく、動作そのものに集中しやすいという点もメリットかなと思います。バーベルのデメリットなんですけれども、下ろす位置はバーがですね、胸に降りた位置から下には下がらないので、ここから下には下がりません。あと上げた時もですね、手幅がここから内に入ることはないので、可動域に制限が出るというところもバーベルベンチプレスの、デメリットの一つかなと思います。あとはですね、最後にこの手首など関節の動きにも制限が効くっていうのもバーベルの、デメリットかなと思います。次にダンベルプレスのメリット、デメリットを解説します。先ほどの、バーベルのメリット、デメリットの逆にはなってくるんですけれども、まず、メリットから説明すると、ダンベルの場合ですね、下ろす位置がバーベルの時よりも深く下ろすことができます。また上げた時もですね、ダンベルを内に押すことができるので、胸全体の可動域が広がるという点がダンベルの最大のメリットかなと思います。さらにダンベルは手首の回旋や、肩関節も動きやすいため、上げた時に少し内にひねったりですね、下ろす時に少し開いたりすることで、自由度が効きやすいっていうところもダンベルのメリットかなと思います。次にダンベルのデメリットなんですけれども、重たい重りになってくると、オンザニーという形でこの膝に乗せてですね、下から上に上げるという動作が、結構、重たくなってくると難しくなります。さらにバーベルと同じような、重さ、仮にですけれども、100キロであれば50キロと50キロを、片手で支えるっていうのは、かなり関節の負担等も、難しくですね、一人で、トレーニングされる場合は最後力が入れず、潰れてしまった時にも危険ですので、
まあ、そういった意味でバーベルよりも重たい重りは扱いにくいという点はデメリットかなと思います。先ほどメリットでも説明しました可動域に関してはダンベルの場合ですね、下ろしてる位置の指標が少し分かりづらく、どこまで下ろせているのかっていうのを、まあ、自分でこう確認するのが難しくなります。バーベルですと胸の位置まで下ろすと、まあ、胸についているっていうことが分かるので毎回ですね可動域は確認できるんですけれども、まあ、ダンベルの場合それが取りにくいという点は、デメリットの一つかなと思います。今回はですねバーベルの、ベンチプレスとダンベルのベンチプレスをご紹介させていただきました。まあ、どちらを使い分けるかと言いますと、まあ、私自身はですね、まあ、バーベルに関してはやっぱり重たい重りを、扱って、まあ、刺激を入れたいときに、まあ、バーベルを、使ったりします。またですね初心者の方であったりっていうのは、まあ、最初はやはりバーベルからスタートされるのもいいのかなと思います。ただ、まあ、ダンベルにおいてもですね私自身、まあ、バーベルを行った後に、まあ、ダンベルのプレスを行うことはあるんですけれども、バーベルで刺激できなかった、胸のですね、ストレッチであったり収縮感を得るために、まあ、ダンベルも選んだりしますので、まあ、皆さんもですねぜひ、その目的によって、まあ、バーベル、ダンベルを使い分けていただければなと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。またBレジェンドの公式サイトでもセールのご案内、新商品のご案内を配信しておりますので概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。